バルセロナ、バルセロナ、バルサ、ローナは、スペイン・カタルーニャ州バルセロナ県のムニシピ、基礎自治体。カタルーニャ州の州都であり、バルセロナ県の県都である。人口は、マドリードに次いで、スペインで、第二位。バルセロナは、イベリア半島北東岸に位置し、地中海に面した平野にある。市街地の西庭があり、南西のルブラガート川と北のバゾス川に挟まれている。 バルセロナが位置する平野の面積は1 7 0キロメートルであり、うち1 0 1キロメートルがバルセロナの自治体域となっている。スペインとフランスの国境であるピレネーサン役までの距離は約1 2 0キロメートルである。クイセロラ山地の最高峰である5 1 2メートのの、頂上部には遊園地、電波灯路などがある。標高2 6 7メートルの 標高181メートルの、標高261メートルのロビラ、標高184メートルのムンジュイックなど、市街地近くには多数の丘があり、そのほとんどが都市化されている。ムンジュイックの頂上部には17世紀から18世紀に建設されたがあり、スポーツ施設や公園などもある。北はサンタクローマダ・グラマネートとサントアドリアーダ・バゾス。南は、 アルプラダリュブラガートとルスピタレートダリュブラガート、西はアスプルガズダリュブラガート、サンクガダル、バリエスと境界を接している。地中海沿岸に位置する港湾都市でフランスとの国境であるピレネー山脈から 160km 南に位置する。行政市としては約160万人の人口である。二千十五年の都市圏人口は二十一万人であり、スペインでは マドリードに次ぐ第2位、世界第83位である。14世紀に建設された城塞を起源とする旧市街と1859年の大拡張計画によって建設された5番の目のように正方形の外区が並ぶ新市街からなる。都心部では人口が減少し周辺部や都市圏外に流出しておりドーナツ化現象に脅かされている。 バルセロナは地中海性気候である欠片の気候区分では草。温暖で湿度のある冬、乾燥する夏が特徴である。イベリア半島東岸にあるバルセロナには大西洋からの西風が雨を降らせない低い湿度の状態で到達する。大西洋への近さ、緯度、そして地形が他の大半の地中海盆地地方と比べてバルセロナの夏が乾燥しないことの理由となっている。 降雪は非常に稀だが、海から遠く離れた都市部の丘や都市圏の奥ではわずかに霜が降りるのが一般的である。バルセロナはもともとポエニ戦争を戦ったハンニバル・バルカを排出したカルタゴの名家バルカ家の領土であり、都市名もバルカ家に由来する。伝説によれば、ハンニバルの父であるハミルカル・バルカがカルタゴ人都市であるバルチーノを建設したという。 紀元前20年頃には、ローマ人が、ローマ植民地を建設し、当初は、バルチーノ、バーシュノ、バルキノと呼ばれた。その地は日本の小川に挟まれ、わずかに高くなった丘だった。丘の頂上に十字の交点を置き、広場を設け、都市の中心とした。その脇に、アウグストゥス神殿を建立した。紀元4世紀には、ローマ人がこの町を、現在の市庁舎。 サント・ジャウメ宮殿近くの小さな丘であるマンズテ・イバーを中心とするカストールム、ローマ軍の宿営地に作り変えた。ローマ人の都市計画の名残は、旧市街の地図や今も残るローマ時代の城壁の破片に見ることできる。ローマ時代の重要内物は、私立歴史博物館の入り口にあるパラウレイアル、マジョールに展示されている。この町は5世紀より、西号と王国。 族長アタウルフの支配下に置か、短期間西豪ー王国の首都になったが、8世紀、初頭にイスラーム勢力のウマイヤ朝によって征服された。801年、カール大帝地政のフランク王国、カロリング朝の遠征によって、スペイ変境領に組み込まれた。9世紀末になると、フランク王国からの自立を進め、10世紀末独立し、11世紀には、 バルセロナ白領を中心とするカタルーニャ君主国を確立させた。これが現在のカタルーニャの源流となった。985年にはイスラーム側のアルマンスールによる包囲を受けたものの撃退した。その後12世紀に入るとバルセロナはアラゴン連合王国を構成する一勢力として多数の海外領土を包含するまでに拡大しバルセロナからアテネに至る。 地中海を支配するまでになった。バルセロナは中世都市として囲い壁を新しく巡らし、活気ある港町に変身していった。しかし、15世紀にカタルーニャーラゴン連合とカスティーラ王国との間で統一王朝が形成されると、スペインの中心はマドリードへと移行し、バルセロナは衰退していく。以上のような歴史的経緯によって、 バルセロナを含むカタルーニャ地方全体において、現在でもカタルーニャ語を話す物語を占めている、カスティーリャ語とのバイリンガル。1640年から1652年の収穫人戦争及びカタルーニャ共和国員を荒廃し、1701年から1714年のスペイン継承戦争の間に包囲戦が3度行われ、第一次バルセロナ包囲戦、 第二次バルセロナ包囲戦、第三バルセロナ包囲戦、再び荒廃した。フェリペ5世は、反乱を起こしたバルセロナを処罰、統制するために、商業地区、ダ・リベラの半分を取り壊して、城塞を建設した。19世紀には、産業革命が起こり、数多くの新しい産業が導入されて成長した。その結果、バルセロナには過密による、 不衛生など都市問題が発生したため、その解決のために地域の拡張が計画された。1859年に行われたコンペの結果、ビルデフォンソセルダの大拡張計画が採用された。この計画では133.4メートル四方の正方形を一区画として、五番の目のように南北に道路を整然と敷くものである。中世の城壁は取り壊され、 ダリベラの城塞は都市公園に転用されて現在のシンタデリ公園になった。20世紀の初頭にはカタルーニャ人が自治と文化的表現の自由の拡大を求めて騒乱を起こしたことでバルセロナの復活が明確になった。1930年代には100万人を超える大都市に成長していたが、それに伴っての住宅や公共施設、交通などの対策。 死策が追いついていなかった。スペイン内戦、1936年から1939年の間、バルセロナはバスク州などとともに共和国政府側につき、無政府主義運動の拠点となった。それも1939年にフランコの軍勢に侵略され、その後数十年間は恐怖政治と抑圧が続いた。フランコ政権の時代には、 カタルーニャ語の使用も弾圧された。1970年代の反政府運動と独裁者、フランコの死去をきっかけにして、バルセロナは文化的活動の中心となり、今日のように繁栄する都市となった。2014年にアメリカのシンクタンクであるアッテカーニーが公表した世界都市ランキングでは、世界第24位の都市と評価され、スペインではマドリードに次ぐ、 第2位だった。また、比較的低廉な賃金水準と地価を背景として、外国資本が進出しており、自動車産業においてはセアと、当初はフィアットの関連会社。現在は、フォルクスワーゲン市会社の本社や日産自動車の生産拠点、日産元通ルイベリカが設けられている。旧市街はほぼ平坦であるが、現在の市街地は、周辺の丘に向かって広がっており、 急な坂道によって区切られている。この街には建築家、アントニガーディの残した建築物が多い。彼はバルセロナで暮らし、仕事をし、グエルテグエル公園や巨大で今なお未完成のサグラダ・ファミリア協会のような有名な作品いくつか残した。それらの作品の多くはアントニガーディの作品群としてユネスコの世界遺産に登録されている。 スペインでは6歳から16歳までが義務教育である。カタルーニア州ではすべての修立学校教育でカタルーニア語が使用され、スペイン語は外国語として教えられている。カタルーニア州には公立、修立図、半私立、私立,立,立の3種類の学校があり、私立の中にはカトリック学校やインターナショナルスクールなどもある。3歳から6歳までの幼児教育は、 義務教育ではないが、3歳以上の子供の90%が幼稚園に通っている。6歳から12歳までは義務教育の初等教育であり、英語を含む幅広い科目が教えられる。12歳から16歳は義務教育の中等教育である。16歳から18歳は非義務教育のバチリエラートであり、芸術、自然科学、健康科学、科学、工学、 社会科学、人文科学の5つの種類に分けられる。高等教育機関への進学を希望する生徒は、18歳の6月に入学試験を受ける。1450年設立のバルセロナ大学は、カタルーニャ州最古の大学である。その他には、公立のカタルーニャ工科大学やプンペウファブラ大学、私立のや、ラモン・リュイ大学などがある。バルセロナ自治大学は、 バルセロナ市域ではなく、バルセロナ都市圏のにある。とも、バルセロナを拠点としている。バルセロナにおける三大日刊誌は、エル・ペリオディコでカタルーニャ、ラ・バング・アルディアである。エル・ペリオディコでカタルーニャと、ラ・バング・アルディアは、カタルーニャ語版、スペイン語版の双方を発行しており、アラは、カタルーニャ語版のみを発行している。バルセロナにおける二大スポーツ誌は、スポルトと、 ムンド・デ・ポルティ・ボ・デリ、それぞれスペイン語詞である。その他には、カタルーニャ語詞の、アルプン・アブイ、全国紙の、エル・パイスや、エルムンド、無料詞の、20ミヌートスなどが発行されている。バルセロナを拠点とする、オンライン新聞のは、ヨーロッパ最古のオンライン新聞でもある。主要な FM 放送局には、などがある。バルセロナ市が所有するがあり、 バルセロナ都市圏のサンジュアン・ダスピには、カタルーニア州の公共放送であるがある。市の中心部から南西1 0トルに、バルセロナ・エルプラット空港、自治体としては、アルプラダ・リオブレガートがある。スペイン第二の空港で、スペインの地中海沿岸では、最大の空港である。スペイン国内やヨーロッパ各国からの便が中心だが、中東や米国からの便もある。 サンツ駅は、レンフェ、スペイン国鉄の鉄道網の中心の一つであり、通勤通学のための近郊路線セルカニアスの出発地でもある。セルカニアスバルセロナには、レンフェが運営する路線もあるが、ゆくゆくは、カタルーニャ公営鉄道がすべて運行する予定になっている。2008年には高速鉄道アブデマドリードとバルセロナが結ばれた。 市内と周辺の都市には2社11路線からなるバルセロナ地下鉄が走っている。地下鉄とバスはバルセロナ交通局によって運営されている。市街地には1971年まで路面電車が運行されていたが、その後約40年間は途絶えていた。2004年に路面電車が LRT として復活した。バルセロナ市街地から南西部へ伸びる。 L1、L3 の3路線と北東部へ伸びる L4、L6 の3路線がある。バルセロナ中心部から 17km の距離にはバルセロナ・エルプラット空港があり、2016年の旅客数は約4410万人だった。エルプラット空港はスペインで2番目に旅客数の多い空港であり、地中海沿岸ではローマフィーミチーの空港などをしのいで、 最も旅客数の多い空港である。プエリング航空やライアンエアのハブ空港であり、イベリア航空やエアヨーロッパの商店空港である。主に国内線やヨーロッパ各国域の国際線が運航されているが、南アメリカアジアアメリカ合衆国に向かう便も運航されている。格安航空会社の中にはメートル北のジロな空港メートル南の レウス空港 150km 西のを使用する会社もある。はパイロット訓練や短距離航空輸送などに特化している。2013年のの貨物取扱量は172万 TU であり、ヨーロッパ第9位のコンテナ港だった。バルセラナ港はヨーロッパ有数のクルーズ船修航港,港でもあり、地中海で最も重要なターンアラウンド、乗客の出替え基地である。 2013年には3600万人がクルーズ船でバルセロナ港を利用した。地区にはショッピングモール、映画館、ヨーロッパ有数の水族館であるなどがある。バルセロナ水族館の施設内にある35の水槽では450種1万千匹の生物が飼育されている。直径36メートル、深さ5メートル、水量370万リットルの大水槽や、 全長80メートルのなどがある。高速鉄道アブなどの都市間鉄道のターミナル駅はバルセロナ3つ駅であり、近距離、中距離はフランサ駅が主要な役割を果たしている。の開通により、2008年にはバルセロナとマドリードが高速鉄道で結ばれた。LGV ペルピニャンフィゲラス線の開通により、 2013年にはバルセロナとフランスのペルピニャンが高速鉄道で結ばれ、レンフェの他にはカタルーニャ州政府が所有するカタルーニャ州営鉄道が運行されており、カタルーニャ州営鉄道は通勤鉄道サービスの他にケーブルカーやバルセロナ地下鉄なども運行している。欧州自動車道時 E15 号線はイギリスフランススペイン地中海岸を縦断する道路であり、 ジローナ、バルセロナ、タラゴナ、バレンシアなどを通っている。E90 号線は、トルコギリシャ、イタリア、スペインを横断する道路であり、バルセロナ、サラゴサ、マドリードなどを通っている。E09 号線は、フランスのオルレアンとバルセロナを結ぶ道路であり、リモージュやトゥールーズを経由している。かつて鉄道駅として使用されていたは、バルセロナオリンピックを機に改修され、長距離、 近距離のバスターミナルとして使用されている。バルセロナ都市圏では路面電車が3路線運行されており、都はバルセロナと郊外をはバルセロナで完結している。ケーブルカーとしてはフニクラダムンジュイックがあり、ロープウェイとしてはガール。1931年の国際オリンピック委員会総会では1936年の夏季オリンピック開催地が決定され、 ゲバ票ではバルセロナが有力だったもののドイツのベルリンに敗れた。ナチスドイツのアドルフ・ヒトラー総統はベルリンオリンピックを政治利用しようとしたため対抗してほぼ同時期にバルセロナで人民オリンピックの開催が企画された。カタルーニャ自治政府に加えてスペイン共和国政府も支援し23カ国から約6000人の選手が人民オリンピックに参加を申し込んでいる。しかし、 開会式当日の7月19日にスペイン内戦が勃発したことで人民オリンピックは中止を余儀なくされた。それから56年後、カタルーニャ人のフ安ンアントニオサマランチが IOC 会長を務めいた1992年にカタルーニャ色を強く出したバルセロナオリンピックが開催された。FC バルセロナは数多くの競技チームを持つ総合スポーツクラブであり、 バスケットボールチーム、ハンドボールチームもスペインリーグの競合であるほか、サッカー部門は世界戦略を展開する競合クラブである。マドリードに本拠地を送れあるマドリードとライバル関係にあり、両者の対戦はエルクラシコと呼ばれる。カタルーニャ人にとって FC バルセロナは単なるスポーツクラブにとどまらず、クラブの歴史はカタルーニャの歴史と重ね合わされる存在である。 ホームスタジアムであるカンプノーはフランコ体制下でカタルーニャ語の使用が許可された唯一の場所でありエルクラシコはカタルーニャと中央政府の代理戦争の意味合いを呈した FC バルセロナはソシオと呼ばれる会員によって運営されていることが特徴であるバルセロナには FC バルセロナの他に RCD e s p a オ o l というサッカークラブもあり、1930年代初頭のミゲルプリモデリベラ独裁時代には独裁体制を支持した歴史が FC バルセロナとは異なる。1834年にはあるトリン闘牛場が19世紀末にはより規模の大きなが、1914年にはアルスポルト闘牛場、後のが建設された。 20世紀初頭のバルセロナは3つの闘牛場を有する一大闘牛都市であり、その後スペイン内戦からフランコ体制化を経た1970年代まで、ムヌマンタル闘牛場は世界最高の闘牛場だった。レジャーの多様化、スペイン文化の象徴である闘牛ではない、カタルーニャ文化の見直しなどの要因により、1970年代半ばからカタルーニャ地方で、 闘牛は衰退し始めた。子供の感染や闘牛場の新設が禁止されたほか、1989年以降には、反闘牛都市宣言を行う自治体が増えた。2009年には、カタルーニャ共和主義左翼を中心として、闘牛禁止法案がカタルーニャ衆議に提出され、2010年には、この法案が可決された。アーク。 カタルーニャ緑のイニシアティブがこの法案に賛成票を投じ、と、シウダダノスが反対票を投じ、集中と、統一やカタルーニャ社会党は、党内でも票が割れた。2011年には、アレーナス闘牛場が、ショッピングセンターに生まれ変わり、カタルーニャ州の闘牛禁止法は2012年1月1日に、施行された。5おさむき